学んでいくのだ。目次はこんな感じ。まずは振り子とパラメータの関係から、揺れによってどっちに触れてるか見やすくしたよ。弾がどっちに揺れてるかでパラメータへの出力が決まるのだ。基本はその場に痛がる動きをしてから下に垂れて安定しようとするよ。 1X では一度マイナス側に、角度ではすぐにプラスに動くね。1段目だけに角度による変化が生まれるよ。正規化によって揺れの大きさが変えられるよ。揺れが小さい時はまずここを大きくしてみよう。入力パラメータの片側だけで揺らす時にも使えるのだ。右側だけにしたい時は中心と最小を同じ値に。入力の反転では正規化の数値に対してプラスマイナス逆になるよ。左右対称の正規化であれば単純に反転で分かりやすいね。さっきみたいな片側だけという時は少し注意。入力で動く範囲は変わらず、揺れる向きだけが反転されるよ。出力の反転ではプラスの揺れがマイナス方向に、マイナスの揺れはプラス方向に反転するのだ。出力パラメータは0を基準にプラスマイナスが決まっているよ。実はデフォルト値に関係していないのだ。だからこんな感じに、出力パラメータが0から1のプラスしかないとき、プラス側の揺れだけが出力として出されるのだ。ここで出力を反転するとマイナス側の揺れが出されるよ。角度を90度にした場合、ちょっと不思議なことが起こるのだ。 1X の入力がなくなるのだ。角度の具合によって影響度は変わるよ。180度が最大で逆転するよ。振り子の数値を見ていくのだ。プリセットはブースで配布してるよ。長さはイメージのまま、短いと速く細かく、長いと遅く大きく揺れるよ。揺れやすさは揺れの根本がどれくらい滑らかかイメージしてね。反応速度は弾の反射神経がいいかどうかをイメージしてね。収束の速さは落ち着くまでの時間なのだ。でも揺れには時間の関わりもあってなかなか難しいのだ。今後もプリセット販売をしていくので使ってみてほしいのだ。次に発展編に入るのだ。多段揺れでは四隅の変形に着目するのだ。こんな感じに組み合わせで形が歪むことが多いのだ。使いたくない変形箇所は揺れで使わなければいいのだ。基本的には楕円を描くような揺れを目指しているよ。最近この方法が便利で多用しているのだ。1段目をクッションとして置いてなだらかにしているのだ。少し癖もあるので注意してほしいのだ。入力の 1X には基本的に反転にチェック、メインの動きは角度の入力が良かったりするのだ。出力には振り子番号を2から順に設定するのだ。綺麗に波を伝える多段振り子なのだ。全部振り子の数値は同じでつなげていくよ。今日紹介した振り子の一部をまとめたデータを販売するよ。まずは紙揺れ用の X 揺れと Y 揺れ、綺麗に伝える波と壊れにくい仕
用してね。今回は解説しきれなかったけど、ギミックも作れちゃう物理演算。回転させたり、スイッチを作ったり、トラッキングだけでTバインドができたり、さらに払い物売りだけでゲームを作れたり、ソフトの違いにほとんど関係なく使えちゃうのだ。ウィリアムでもトラッキングで紙差分とかもできるくらいに便利なのだ。依頼待っているのだ。今後もいろんな情報を出していくので応援よろしくお願いします。他にもライブ 2D で気になることがあったらぜひコメントで書いてください。よかったらチャンネル登録高評価していってください。バーチャルマルチクリエイター注ぎ花真でした。またね。